甲府対札幌後半、3点目のゴールを決め喜ぶ甲府 FW ジュニオールバホス、中央、撮影、山崎哲司、より小さい YB シール番杯、甲府さんの、0。札幌より大きい、1次リーグ、7日、中銀スタ J2 ヴァンフォーレ甲府が3発で北海道コンサドーレ札幌を破り、今季公式戦初白星を挙げた。0-0 の前半33分、ロングパスに抜け出した FW ジュニオールバホスが右サイドを突破し、ゴール前で右クロス。詰めていた FW 森が左足で合わせて先制点を決めた。その1分後にジュニオールバホスが追加点、さらに後半7分にも3点目を決め突き放した。昨季 J1 で16位に終わり、今季は6年ぶりに J2 で戦う甲府。リーグ戦は1敗1分けと、苦しいスタートとなった。リーグ戦2試合ともに途中出場のジュニオールバホスが全得点に絡む活躍で、リーグ戦の次節11日町田戦に弾みをつけた。